は作っていきます。今日はこちらの器を作っていきます。こちらもダイソーです。で、器にセットしてます。で、今日は昨日のと、付け足します。こちらもダイソーさんで買ってきました。で、ちょっと多分ちょっと種類の違う松と、これも昨日の染料よりもちょっと身の大きい染料を使っていきます。で、こうしてどれぐらいの高さにしようかなっていうのをちょっと見定めてもらって、で、安全のためにちょっと長めに切っておきますね。同じぐらいにカットしておきます。これ危ないので、あ、そうだ、これも言っておこうかな。これ切れなかった場合、ペンチでちょっと難しいなと思ったら、ちょっとだけ切れ目を入れて、で、そうポキッと折れるので試してみてください、ね、やっぱり長いものから刺していきます。で、真ん中にちょっと線をつけて、真ん中よりちょっと後ろですね。で、高さ違いに、で、これとこれ別々に使っていきます。昨日と同じ特さです。で、今日は松がまっすぐなので、ちょっと斜めにいきたいと思います。と、位置を変えてちょっと深く刺してあげますね。で、これも2つに分けていきます。で、そうするとこの葉っぱがちょっといい感じに足元を隠してくれるので、で、芍薬もこちらですね。こういう大きいものは足元を隠す感じで入れてあげるといいと思います。で、これだけ使ってもいいかなと思います。ではここをちょっと切って、Uピンにしてくるくるっと。で、これ、ワイヤーなので、ちょっとこう動きをつけてあげてもいいかなと思います。土台をちょっとしっかり持ってあげて刺していきます。Thank you.